どうも、VR ゲーム大好き、ザッタボーズと申します。ということで、今回はですね、今連日ですね、ゲーム関連のね、ショーケースがね、開催されてるかと思うんですけども、その中でね、発表があったね、まあ、新作の VR ゲームをね、3つほどね、ピックアップさせていただきましたので、まあ、ぜひね、参考にしていただければなと思います。で、今回ですね、まあ、例のごとくなんですけど、まあ、ラジオ風というかね、雑談形式な風なね、動画になりますので、まあ、気楽にね、聞いていただければなと思います。このチャンネルでは、様々な VR ゲームや VR ガジェットを紹介しているチャンネルとなっておりますので、VR に興味がある方、ぜひですね、チャンネル登録していただけるともうねめちゃくちゃ励みになります。はい、ということでね、まあまずね、まあ今回ねお伝えしたいところなんですけども、昨日ですね、というかまあ今日未明か、 UBI ソフトさんからですね、アサシンクリードねネクサスね VR 発表がありました。まあ正式発表ですね。この前のね、メタクエストのですね、まあ、ショーケースでもね、発表あったんですけど、まあ、ちょっとね、具体的なところがなかったんですけど、今回ね、発表がありましたので、ちょっとお伝えしたいと思います。で、まずね、まあ、ちょっと今回ね、先に言っとくと、ゲーム機というか実機映像はね、なかったんですよね。プリレンダー映像のみだったんですけど、ちょっとね、まあ、一緒に皆さんと見ていきたいと思います。はい、ということで、こちらがですね、今回公開された、まあ、コンセプト映像ですね、プリレンダー映像なんですけども、まあ、見た限りではですね、結構期待できるね、内容なんじゃないのかなっていうね、まあ、作りというか、まあ、間違いなくね、VR ゲームの中ではもうこれ AAA タイトルだと思いますので、ね、まあ、ぜひこれちょっとプレイね、しておきたい、まあ、一本だと思うんですけども、まあ、後でね、このね、実際アサシンクリードネクサスのゲームの内容というか雰囲気であったりとか、操作内容とかもね、話していきますので、まあ、ぜひですね、動画最後までご覧になっていただけると嬉しいです。というところで、まあこれね、コンセプト映像とはいえど、これ VR、しかもまあ、なんて言うんだろうな、スタンドアロンでね、これができるって考えると結構ワクワクしますよね。ね。で、しかもですね、今回、まあ先に言っておくんですけど、対応機種としてはですね、クエスト2、そしてクエスト3、メタクエストプロですね、この3機種でプレイ可能というところで、まあまずこれクエスト2でできるっていうところがいいですよね。クエスト3オンリーになるんじゃないのかなって思ったんですけども、ちゃんとね、クエスト2でも遊べるようになっておりますので。で、あとね、もうね、ウィッシュリストにもね、追加っていうかもう、公開されておりますので、はい、っていう感じですね。はい。はい、こんな感じのね、内容となってるんですけども、まあ皆さんどうですか？多分ね、本当にね、トリプル A タイトルというかね、VR ゲームの中では間違いなくね、最強のゲームだと思うんですけど。で、今回ね、プリレンダー映像が公開されて、プラスね、スクリーンショットもね、いくつか公開されてるんですよ。はい。これ紹介していくんですけど、これね、まあ、いくつかね、あるんですけど、これね、見た限りだと、これはね、その実機の映像なのかどうなのかっていうのがね、海外のね、コミュニティとか見てみると、これもね、ちょっとね、賛否というかね、ちょっと真偽っていうのかな。ちょっとわからないらしいんですよね。まあ、でも見た限りだとね、これね、僕も見たんです。結構ね、よくよく見ると、これクエスト2でできるって考えると、まあ、実際の実機映像っぽいんですけどね。まあ、雰囲気はね、これ、まあ、このスクリーンショット見ればね、伝わってくるかと思うんですけども、まずね、まあ、このアサシンクリードネクサス VR、発売日がですね、2023年のホリデーシーズンに、ね、発売予定ということがね、発表されました。なので、まあ、10月から12月ぐらいですね。まあ、なので、クエスト3の、まあ、反則ソフトになると思うので、まあ、10月、11月ぐらいでね、発売されるんじゃないのかなと思うんですけど。はい。で、アサシンクリードね、僕自身ね、そこまで詳しくないというかね、まあ本当にちょこっとやったことがある程度で、まあぶっちゃけちょっとね、にわかなところはあるんですけど、ただでもアサシンクリードの世界観僕めちゃくちゃ好きで、ね、ね、こう見た感じね、こう。ね、もう街が一望できたりだとか、ね、このね、ゲーム内、マップをですね、自由に歩き回れるっていうことを考えると、これ本当ワクワク止まらないですよね。で、今回なんですけど、オープンワールド、ね、ゲームの内容なんですけど、オープンワールドではね、ないみたいなんですよね。まあ、ちょっとこれ先にね、お見せすると、はい。こちらですね、UBI ソフトさんの方で、もう一応ね、開発者さんのインタビュー記事がね、公開されてるんですけど、今回、いわゆるね、オープンね、ワールドではね、ありませんっていうことがね、明記されております。はい。ではどうなるのっていうところなんですけど、オープンマップっていうね、記載があるんですよね。なので、まあだから、オープンワールドね、ほど、てかまあね、そんなに大きくはないけど、まあちょっとそれを縮小した感じのね、オープンマップであるということがね、発表されております。なので、まあ限定的なね、ものではなくて、そのマップ内であればね、自由に歩き回れたりだとか、パルクールアクションができたりだとか、ね、アサシンクリードおなじみのね、こう、なんて言うんだろうな、パルクールアクションがですね、できるっていうところがね、今回判明しました。はい。まあ自由にね、探索できると。なので、これはね、すごくね、まあ、VR ゲーの中ではね、かなり、歩き回れるゲームの中では、まあ、ね、結構トップなんじゃないのかなっていうふうに思うんですけど、一応ね、こんな感じでね、公開されております。はい。で、あとね、直感的な戦闘というところでね、おなじみのこの、なんていうんだ、アサシンクリードのこの隠しぶきっていうのかな、ね、
まあ、隠し刃というか剣、トマホーク弓とかね、ブロックとか受け流しとかね、まあ、そういったものがね、直感的にできるというところでね、VR アクションね、満載の内容となってるみたいです。で、あとね、アサシンクリードおなじみのね、ステルス要素もあるみたいなので、まあ、雰囲気ね、これ見てるだけでもね、かなりこれ、ね、いいんじゃないのかなと思うんですけどね、はい。で、あとね、こう、インタラクティブワールドというところで、さっき言ったようにですね、開いたマップをね、オープンマップの中でね、自由に探索できるので、まあ、その中でね、こう、NPC の会話であったりだとか、歴史上の人物であったりだとかですね、まあ、敵とね、対話したりだとか、そういったことがね、可能となってるみたいです。はい。で、あとですね、アサシンクリードでおなじみの、あの、エアアサシンとかですね、あの、イーグルダイブっていうのかな、あの、ね、高いところからこうね、あの、こう飛び降りるような、ああいったものもね、VR 上で体験可能らしいんですけど、どうやら結構なね、あの、クオリティにね、なってるみたいなんですよね。あの、本当に高所恐怖症の方はね、ゾクッとするね、作りになってるみたいでして、で、結構 VR 用もね、今回多いというか、ね、あの、ちょっとね、要素が多いので、あの、周辺視野のね、トンネリング効果であったりだとか、あとテレポートをオンにしたりだとか、そういった感じでね、吐き気予防というかね、そういう良い対策もされてるみたいなので、まあ、VR 初心者から、一応ベテラン勢まで楽しめるね、作りとなってるみたいです。で、あとですね、歴代のこのね、主人公ですかね、エツヨ、カサンドラ、コナーっていう、この3人に、ま、扮して、一応ね、ゲーム内を、まあ、探索というかね、プレイできる、ね、みたいです。はい。で、あとですね、まあ、あと気になったところで言うと、まあ、ここですかね。一応ね、どういうプレイ方法かっていうところなんですけど、まあ、ルームスケールでも、据え置きでも、立ってでも、座ってでも、まあ、プレイできるというところなので、まあ、この辺もですね、だから座ってで、これプレイできるのかなと思ったんですけど、一応ね、座ってプレイもね、できるみたいですね。はい。で、ちょっとこの辺はですね、まあ、概要欄にリンク載せておきますので、気になる方はですね、ぜひチェックしていただければと思います。まあ、とはいえですね、とりあえずアサシンクリードネクサスがですね、まあ、ようやく正式に発表になったので、まあ、これね、今年発売はま、ほぼほぼ確実だと思いますので、まあ、これ本当僕もね、絶対買ってプレイするゲームなので、まあ、気になる方はぜひチェックしてみてください。そして続いてお次はこちら。メディソン VR ですね。これもですね、フューチャーゲームショーで発表されたものなんですけど、あの、メディソンっていう、あの、PC ゲーですね。もともと去年発売されたゲームがね、ホラーゲームなんですけども、あの、こちらがですね、Steam VR、そしてあと PS VR 2版で、ね、登場ということがね、あの、発表されました。で、どんなゲームかっていうと、僕もね、詳しくは知らないんですけど、あのね、ゲームで有名な、あの、ホラーゲームで有名な PT と、あと、コウエテクモさんの、あの、ゼロをね、足したかのようなね、まあ、ホラー、なんていうの、片手インスタントカメラを片手に、こう、なんて言うんだろうな、まあ、恐ろしい、まあ、世界を探索するみたいなね、ホラーゲーム。こちらがですね、発表されております。いや、これね、僕ちょっと気になってたんですよね。一応ね、発表、うわ、気持ち悪い、これね、結構リアルな描写なんですけど、結構、謎解きがね、多いね、ホラーゲーということで。ね、これもね、僕も注目はしていたんですけど、一応 PSVR2 版でもね、登場すると言ったんですけど、どうだろうな、日本では発売されるかどうかちょっとわかんないんですけど、一応 SteamVR ではですね、発売されるみたいです。はい。っていう感じですね。一応まあ、あとね、日本語対応になってるんで、はい。一応こちらが発表されました。はい。これちょっとサクッとですね。そして続いて、はい、3本目。こちらですね。バイオハザード RE4 の VR モードのお話ですね。こちら今朝、カプコンのね、ショーケースで発表されたというか、まあ、特にね、新しいところはなかったんです。情報もね、なかったんですけど、新規映像もね、なかったんですけど、一応ですね、まあ、今回、バイオハザード RE4 VR モードなんですけど、PS ね、VR2 のメインストーリーね、全編を楽しめるっていうところがね、一応まあ正式に発表されましたね。全編ね、対応するのかどうなのかちょっとあやふやだったんですけど、一応ね、全編対応ということがね、公式でアナウンスされました。で、これね、バイオハザード RE4 を持ってる方は、一応ね、無料であのダウンロードコンテンツがね、配布予定ということなので、まあ具体的な発売時期、配信時期とかもね、まだ明記されなかったんですけど、まあ一応ですね、メインストーリー全編楽しめるということで、今回発表がありました。はい。ということでね、以上3本ね、気になる VR ゲームピックアップしたんですけど、最後にね、一つだけちょっとね、VR 関連のショーケースでお伝えしたいんですけど、こちら。はい。アップロード VR さんのね、ショーケース、サマーショーケース2023ですね。こちらがですね、発表されました。まあ、VR ゲーではおなじみのね、アップロードさんのね、ショーケース。ね、夏と冬かな。だいたいね、2回ぐらいあるんですけど、ね、夏バージョンが、なんとですね、6月ね、14日、太平洋時間。午前11時ということなので、日本時間にね、換算すると、6月15日の午前3時ですね。はい。なので、まあ、明日の深夜か。まあ、6月15日の午前3時に、アップロード VR さんのサマーショーケースが開催されます。はい。これね、僕は生放送します。はい。あとで、まあ、Twitter とかね、YouTube コミュニティではね、また、
ちゃんとね、発表、僕もね、枠立てたりとかね、発表するんですけど、まあ、このね、VR 関連のショーケースでは、まあ、これが多分一番でかいですね。はい。で、一応今回ですね、サマーショーケースなんですけど、1時間を優に超える予定で、かなりね、ソフトが発表されるみたいです。はい。で、しかもほとんどの開発者さんが提供するビデオの長さはわずか1分っていうところなので、まあ、単純にか、まあ、例年のことを考えても、まあ、30分、40分ぐらいはかなりね、発表されると思いますので、まあ、全部が全部ね、新規のね、IP ではないんですけど、もまあかなり発表はねされるんで、まあこれはね期待したいところ、隠し玉がねあるかないかっていうところなんですけどね、グラセフはまあないかな、どうなんだろう、まあっていう感じでね発表されるんで、まあこれはね僕もね生放送をねやりますので、まあ結構ね夜遅い時間帯ですけどね、6月15日の午前3時気になる方はですね、ぜひまあ気軽にねお越しいただければと思います。はい、ということでね、今回はですね、まあ気になるね VR ゲームね3つとね、まあちょっとショーケース関連の情報をお伝えしたんですけども、まあでもまあ今年ね、まあ末というか、まあもう9月にはですね、まあメタクエスト3のねもう発表があるんで、まあ VR 業界もねどんどん盛り上がっていくとは思うんですけども、なかなかねちょっとね新作の VR ゲームがちょっと今出てない状況なので、まあ引き続きね当チャンネルではですね、こういった新作 VR ゲームはね、まあどんどんね紹介していきたいと思っておりますので、ぜひですね、ぜひチャンネル登録、そして高評価でね応援していただけるとめちゃくちゃ励みになります。はい、ということで本日はこれにて動画終了したいと思います。気になるね皆さんの VR ゲームなんかもありましたら、ぜひコメントお待ちしております。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。